主演の直と永山瑛太、岩田武則と田中みな実がそれぞれセックスレスに悩む夫婦2組を演じる大人の恋愛ドラマ、フジテレビ系、あなたがしてくれなくても、木曜後10:00の放送後1週間の見逃し配信が、累計2000万再生を突破した。公式ツイッターで27日に発表された。ツイッターでは、6話の見逃し配信412万再生獲得キラキラ放送後1週間の見逃し配信がついに累計2000万再生突破トロフィーと報告され、7話シャープ TVer。見逃し無料配信は次回放送まで、道と楓、無言の10秒間を見逃しなく、と視聴者に呼びかけた。25日に放送された第7話では、視聴者らの実況ツイートにより番組史上最速で日本と世界のツイッタートレンド同時1位を記録。中でも新名、岩田武則の妻、楓、田中みな実に注目が集まっている、以下、ネタバレあり。第7話では、ついに新名、岩田武則の不倫に楓、田中みな実が気づいてしまい、体だけの関係なら許せ。ると納得しようとするものの、ニーナから、彼女とはそんなんじゃない、俺が彼女に精神的な支えを求めてしまった、と告白される。ニーナの気持ちに気づきショックを受ける楓は、夫が寝ている暇にスマホをチェックし、相手が道、なお、であることに気づく。怒りの矛先が夫ではなく浮気相手に向いた楓は、番組のエンディングテーマが流れる終盤、夫と道の会社に出向く。休憩に出てきた道に、吉野さん、私とランチしません。ご馳走します。と静かに語りかけ、道に顔を近づけると、夫と浮気してますよね、と静かに告げた。自習予告では、道と楓が喫茶店で対峙、する、無言の10秒間、の映像が映し出され、視聴者からは、次回予告がもはや静止画だった W、7話の最後バリコは過ぎんねんけど WWW も。うぞっとしたわ、ああ怖いよ。予告無言なのやめて WWWWW、顔が近すぎてもう恐怖、と悲鳴が上がった。また、予告見ただけで泣ける泣き顔田中みな実さん、怖い、いやー、恐怖やったー最後の楓さん、背筋伸ばして浅く腰掛け神妙な面持ちの道と、背もたれまで深く腰掛け切れ顔の楓との対照。田中みな実が怖すぎる、田中みな実の怖さ全開、田中みな実さんの演技すごかった、など、田中の怪演が話題を呼んだ。